ね、ジージー言ってる。ジージー。これジージー言ってるよ。ほら。ねえ、部屋汚い。ねえ、虫の死骸チャンネルだよ。部屋が汚い。はい。ということで、どうも皆さん、こんにちは。エルニオです。で、久しぶりの登場。ハルくんだよ。ハルちゃんです。いい。はい、ということでね、今回今ね、ちょっとマックを食べてるんですけど、夏祭りでバレたら即終了やってくると思います。イエイ。ということでですね、これからね、とある夏祭りに、突撃してですね、声をかけられてしまった瞬間に動画が終了するという、恒例行事でございますね。はい、ということでですね、開始2秒ぐらいで終わってしまう可能性があるんでね、こういうジージー あんまつね、お前レアなんだから。今回声かけられるの俺だからな、覚えとけよ。これは何アンマスクですか。蒸気で追ったいますけど、抜けが本当に汚い。いつのこれマジで汚いから。ということでですね、とある祭りに参戦したんですけど、もうもろバレでね、ボコボコにされて彼はイラついてました。もうだって声かけてもらえなかったから。ほら怒ってる。やめて、ちゃうの顔が。何分あと。やばい。バスに遅れたかもしれない。大丈夫だ。待っても来ないよ。大丈夫。どうしてバスが来ない。あれは？海藻？海藻？海藻？来た。とりあえず、祭りには到着しました。しちゃったよ。とりあえず、なんか食って、祭りっぽいことして、バレずに動画を終了。バナナ食いたい。普通の家族なんかちょうどいい感じだし、快適に過ごせると。150円の激安かき氷があったんで購入します。氷ありがとう。これ食べない。いや、ほとんど食っちゃった。はい、ということで、かき氷を買ったんですけど、まだね、大丈夫、バレてない。いや、バレてるんだけど、声はかけられてないんで。声かけられるまでだな。とりあえずかき氷食べます。ヒットヤングルだな。あ、ん？あれ、俺たちはここに来て何がしたいんだろうな。俺はチョコバナナ食って、キュウリ食って。彼はキュウリとチョコバナナアレルギーです。これさ、ベロ出してみて。でやって出陣するぞ。ちょっと一回列の端っこを目指す。とりあえずチョコバナナノルマとして食べきりたいから、なんとかそれだけ頑張ろう。本当にチョコバナナみたい。この人バナナアレルギーだけど。一旦じゃあ最北端まで歩こう。
言葉の中に聞こえちゃった。希望がある。かき氷以外の収穫がなく、まあ、声をかけられることもなく、どうするこれ。どうする。どうするの本当に。俺はチョコバナナが食いたいの。マジでないよね。ない。屋台は、屋台が本当にない。なんか全部同じのばっかで、同じのばっかって言い方で、かき氷が大量にあって、かき氷が売ってない。チョコバナナがないのは考察がある。みんながチョコバナナを売ってみんな思っちゃったから避けてなくなっちゃったんだよ。だからかき氷ばっかになっちゃった。僕たちの祭りは終わりです。最初で最後。かき氷食って帰宅。かき氷食って帰宅。声かけられるかなって思ったけど、かけられない。悲しい。前回登録者50万人ぐらいの時にやって、まあ、声かけられて今80万で、かけられない。バイバス。バイバス。バイバイ。